さあ、それでは皆さん大変お待たせいたしました。これから各 A 部門の決勝進出者を発表したいと思います。さあ、それでは皆さん一度ヨーヨーをストップしていただいて、これから発表したいと思います。それでは発表いたします。まずは 1A 部門の決勝進出者を発表いたします。参加人数が39名で、決勝進出者は10名となります。それでは発表いたします。第1位最終得点 98.3 ポイント、西迫勇希選手、おめでとうございます。続きまして第2位最終得点 88.6 ポイント、鈴木優衣香選手、おめでとうございます。続きまして第3位最終得点 86.7 ポイント、原田歩夢選手、おめでとうございます。続いて第4位最終得点 84.9 ポイント、西村航平選手、おめでとうございます。続いて第5位最終得点 84.8 ポイント、宮崎徹選手、おめでとうございます。続いて第6位最終得点 80.2 ポイント、石川博樹選手、おめでとうございます。続いて第7位最終得点 79.2 ポイント、春日歩夢選手、おめでとうございます。続いて第8位最終得点 77.7 ポイント、難波明選手、おめでとうございます。続きまして第9位最終得点 77.6 ポイント、柏谷優太選手、おめでとうございます。そして決勝進出最後の1名、第10位最終得点 76.6 ポイント、田中大輝選手、おめでとうございます。以上が 1A 部門の決勝進出者となります。続いて 2A 部門の決勝進出者を発表いたします。 2A 部門は9名の参加で4名決勝進出となります。それでは発表いたします。 2A 部門準決勝第1位最終得点 88.3 ポイント、藤原大和選手、おめでとうございます。続きまして第2位最終得点 83.9 ポイント、加藤明選手、おめでとうございます。続いて第3位最終得点 80.6 ポイント、金井周平選手、おめでとうございます。そして決勝進出最後の1名、第4位最終得点 75.0 ポイント、木浪優選手、おめでとうございます。続いて 3A 部門の決勝進出者を発表いたします。3A は6名、準決勝戦っていただきまして3名が決勝進出となります。それでは第1位最終得点 86.0 ポイント、藤沢優
選手、おめでとうございます。続いて第2位、最終得点 81.8 ポイント、くるみさわゆうき選手、おめでとうございます。そして最後の1名、第3位、最終得点 73.4 ポイント、矢吹隼人選手、おめでとうございます。続きまして 4A 部門の決勝進出者を発表いたします。 4A 部門17名が準決勝戦われまして、決勝進出者は6名となります。6名です。それでは第1位、最終得点 95.3 ポイント、高田翼選手、おめでとうございます。続いて第2位、最終得点 94.3 ポイント、橋本光陽選手、おめでとうございます。続いて第3位、最終得点 90.6 ポイント、大石涼選手、おめでとうございます。続いて第4位、最終得点 82.6 ポイント、中村薫選手、おめでとうございます。続いて第5位、最終得点 82.1 ポイント、残花智彦選手、おめでとうございます。そして 4A 部門最後の決勝進出者、第6位、最終得点 75.0 ポイント、増田翔太郎選手、おめでとうございます。それでは続きまして 5A の決勝進出者を発表いたします。 5A は5名中3名が決勝進出、3名が決勝進出となります。それでは発表いたします。第1位、最終得点 88.7 ポイント、山田茂弘選手、おめでとうございます。続いて第2位、最終得点 77.0 ポイント、石原博康選手、おめでとうございます。そして 5A 部門最後の決勝進出者、第3位、最終得点 66.2 ポイント、山口優斗選手、おめでとうございます。以上が、各 A 部門の決勝進出者となります。あとの結果はですね、ホームページでまた、お知らせさせていただきますので、そちらでよろしくお願いいたします。決勝進出された皆さん、本当におめでとうございます。